メタノケラ属は、水田から分離されたメタン菌である。この属のみで、メタノケラメメタノケラ化を構成する。学名は、ラテン語で、メタンを生成する細胞という意味。この属は2007年に培養が報告され、2008年に記載されたものである。水田や湖水、データン地に生息する、メタン菌ライスクラスター I と呼ばれる系統に属しているが、 この系統は低濃度の気質に適応しているため、純化が難しく、これまで純水培養は報告されていなかった。そこで、水素や酢酸を生成する新生細菌、シントルフォバクターフューマーオキシダンズとの共培養により、他のメタン菌を排除した後、純水培養が行われた。これらの系統は特に水田で優先しており、水田からのメタン放出に、 重要な働きをしていると考えられている。形態は0.52マイクロメートル程度のグラム陰性の換金。水素二酸化炭素あるいは犠酸をメタン生成の基質として利用し、炭素源として酢酸を要求する。増殖は遅く、メタノーケラパルーディカルの倍化時間は4.2日である。ありがとうございます。